勝俣が8番の山崎を抑え込んでバックストレッチ誘導員をかわします。ここで下がった8番の山崎、後方からは3番の斉藤が仕掛けてくる。斉藤が一旦前に出て中段4番手キープは5番の勝俣です。さあ4コーナーからホームストレッチ、3番の斉藤茂明が一気にペースを上げていくというところか。残りが1周、さあ斉藤茂明が踏み込んでいく。2番手は1番の物部、3番手には9番の板場が続いています。4番手5番の勝又、さあまくっていけるか。7番手に置かれているのが8番の山崎、バックストレッチ。3番の斉藤茂明ペースを上げる。2番手は1番の物部が追走。3番手には9番の板場、後方からさあ8番の山崎が一気に3番手横あたりまで上がってきた。4コーナーから直線、3番の斉藤茂明先頭、ここから8番山崎突っ込んだ。山崎抜け出した、ゴールイン。8番の山崎光也、